5位できる。しかし容姿彼女はとても魅力的だが容姿がすべてというわけではない衛生市は衛生が保たれるよう学校を指導しています応急 先生、この子に応急手当をしてください慢性彼が慢性の病気を持っているそうだ認知症私のおばあさんは認知症ですうつ病私たちの仕事が大変でチームメンバーの一人がうつ病になった。 正気。彼女は気を失ったが数分後に正気に戻った過労過労で父の神経は衰弱した麻酔手術は局所麻酔を用いて行われた麻痺 あまりの冷たさに指先が麻痺してしまった。大雪で交通が麻痺状態だ。放射。事故の後彼らは放射能を調べた。中傷。人の名誉を中傷する。中毒。食中毒を防ぐため肉はしっかり焼くこと。 彼女は買い物中毒者に違いない冷却吸気冷却器はこの車体の全部に設置されているこの変化は両国間の関係が冷却したために生じたものである強制私は私の歯を強制することにしました発病 患者は旅行中に発病した発作この薬は心臓発作のリスクを大幅に下げる働きがあります進行列車が進行する予定通り式が進行したがんが進行した昏睡 昏睡状態を経てその患者はようやく意識を取り戻した物忘れおじいさんは近頃物忘れをするようになった老化老化を防ぐためにもっと体を動かすべきだ手遅れ 被害者は病院に運ばれたがもはや手遅れだった全壊彼は全壊したのでもう働ける頻度あなたはどのくらいの頻度で健康診断を受けますか?」。「普通交通はその事故で2時間普通になった」。 指数、これは比較指数を用いた勘弁な算出法である指標これは当社の重要業績評価指標の一つである弊害喫煙は健康に弊害を及ぼす弊害を強制する過疎 この村では若者が次々と都会に出ていってますます過疎化している密度日本は人口密度が高い国である格式彼は格式相当の生活をしている由緒行事の由緒を訪ねる。 この町は由緒ある町です。フード、日本人の精神はその独特のフードに根ざしている。しきたり、伝統的なしきたりを守る。風習、私の実家は田舎なので、昔の風習がよく残っている。 歳月大学を卒業してから10年の歳月が流れた同郷彼女は同郷の人と結婚した郷土この近辺でおいしい郷土料理を食べさせてくれるお店はありますか下地 あの音楽家は小さい頃から音楽の下地がある退避私はよく兄と退避される取得彼が本日ついに念願の車の免許を取得しました算出 原油は精製されて多くの製品を産出する修復博物館は修復中です老朽その建物は老朽の兆しを見せている定義この言葉には明確な定義がない。 回送郵便物を移転先に改装する身動き満員で身動きすることもできない戦闘市長はパレードの先頭に立った最寄りすみませんが。 最寄りの郵便局へはどう行けばいいでしょうか沿線この沿線には景色のいいところが多い路線その会社は来月新しいバス路線を開設するということだ斜面この急斜面は地震により形成された。 角角度、角度を変えて撮影する。あらゆる角度から検討する手中決定権は社長の手中にある人並みあの人は人並み以上の努力をしたからこそ成功したのだ実情 被災地の実情を調査する。実情事件の原因を取り調べるために実情調査委員会が作られた事例私たちはその成功事例を応用する現行車の事故に関する現行の法は手直しが必要である。 条例。当社は法令条例並びにその他の規範を遵守する紅葉彼女は紅葉で東京に行った追放犯人は国外に追放された私たちは国民から麻薬を追放しなければならない。 存続。会は会員なしには存続できない視察私たちはその現場を視察するために訪れた該当該当する箇所に丸をお付けください。 着工。新しい病院は今年3月に着工される立候補使命を感じて市長に立候補することにした解雇不況で従業員を解雇せざるを得ない後押し もし田中氏の後押しがあったならば息子は市長に選ばれていただろう気兼ねもし何か質問があったら気兼ねなく私たちに連絡してください提示会議で計画を詳細に提示する身分証明書をご提示ください教訓 私は少年の時におじいさんの教訓をしっかりと胸に刻みつけた企業私もチャンスがあれば起業したい了承お時間を取らせてしまい大変申し訳ありませんがご了承ください経歴彼は経歴を偽った 彼はバンドで活動していた経歴を持っている却下私は昇級を願い出たが上司は即座に却下した「拝借この本は数日拝借できませんか」「年配」 年配の上司の多くは海外展開について消極的な意見を持っている家業仕事を辞めて家業を継ぐことに決めた資金我々の計画は資金不足のために潰れた弱音、ね 私はこれ以上弱音を吐かない労力我々は新しい機械の開発に多大な時間と労力をつぎ込んだ軽減この香りを使えば精神的ストレスを軽減できる立腹 失敬な質問に立腹した寝回し部長は辞任する前にお金に困らないように寝回しした連帯内閣は国会に対し連帯責任を負う教職員と学生が連帯してその改革に反対した 連携、他団体と連携して運動を進める。連結、二つの分子を連結する。手数、お手数をおかけして恐縮ですが、部屋を掃除してください。振込の場合には百円の手数料がかかります。 事事業、事業に失敗した。彼は事前事業に多額の金を寄付した議題彼の意見は議題と関連がない「適正宇宙飛行士としての適正検査を受けているこの子には音楽に対する適正が大いにある」。 弟は史跡で卒業しました騎手この携帯電話は古い騎手よりも機能が勝る端末その端末で写真をプリントアウトできますよ講師講師を混同してはいけない。 負債。あなたはその負債を払う義務がある正規正規の教育とは学校教育法に定められた学校における教育です逸材その音楽家は千年に一人の逸材だと言われている気合 期末試験に備えて本当に気合を入れて勉強しなきゃよしあし本のよしあしは読んだ後の感じで判断できる情熱彼女の情熱は彼女の描いた絵に表現された概要 ただいまから我が社の新規プロジェクトの概要を説明します規約その規約は未成年者だけに適用する「匿名手紙を匿名で書く」「斡旋、転職斡旋サービスを利用する」 二人の間を斡旋したのは彼だ開封引き出しの中に開封していない手紙を見つけた洞察彼は人間の心理に対する深い洞察力を持っている雑談 一緒にコーヒーを飲みながら雑談をしない入手政府は敵国の秘密の情報を入手した配信関係者にその資料を配信しましたライブ配信変遷 時代の変遷とともに人々の好みも変わる告知人事異動の告知に驚いた加入国連に加入する契約概要を熟読し保険の加入について検討した 手引き。お年寄りを手引きして道を渡る。先週親友の手引きで大阪の名所を巡った。売買。コンピュータープログラムが自動で株式の売買を行います。規定。私はその仕事の規定年齢を過ぎていると彼らは言った。 勧誘弊社の名を語った投資勧誘に十分ご注意ください近同、同情と愛情を決して混同しないように免除この商品は関税を免除されている <music>